もうお気づきですね、ポンタ君。じゃじゃん。はい。なんと今回ですね、ワンちゃん用たい焼きっていうのをですね、見つけてきましてですね、要求な気がすごい。はい。かわいくないですか、これ。なんかね、大量焼きで、小型犬だと1日に1個、すごいなくね。すごいなく。早くない？自分のだって察するまでほんと早いですね。1個ということで、材料的には？あ、あんこは入ってないっぽいです。すごい。最近ね、このね、キュンキュンがね、すごい増えたんですよね。まあ、ちょっとね、あんま構わないようにしてるんですけどね。ということで、定量焼き。全犬種用。犬用たい焼きだって。で、まあこれちょっと買ってきたんですけどね、ポンタ君にね、まあ、食べさせたいんですが、まあなんかこれ見たら僕も食べたくなっちゃったんで、まあちょっと今日は僕も食べようかなと思います。欲しいね。欲しいね。開けた。欲しいね。欲しいね。はい、では、いただきます。欲張りすぎだね。ちょっといただきます。うん。あ、うま。ちょっと冷めちゃってるけど。おいしい？汚な、ボンダ汚な、食べ方汚な。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。汚ね。ここ見てください、これ。わーお。わーお。お兄さん、わーお。あ、でも美味しそうだね。美味しそうに食べてるね。あー、良さそう、良さそう。あ、中身ないんだ、これ。ちょっと一瞬見して。ほら、あ、見して。一瞬ごめんね、ごめんね。はい。こんな感じ、カステラみたいな感じになってんだね。なるほど。美味しいですか？本田さん、すっごい食いつき。すっごい食いつきと、あと、すっごい散らばり。ちょっとまあ、後で。あれしよっかな。掃除かけよう。ちょっと待って。これは、やばいな。ちょっと一回じゃあ、渡してみよう。本体ね。ひどい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 。もういいよ、後で綺麗にすから。うん、なるほどね。カステラ的な生地だとやっぱこう食べてる間にポロ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 しちゃうんだね。いやー、美味しそうでいいことなんですけどもね。ちょっとこの惨劇を後で掃除機で綺麗にしないとね。ポンタ美味しい？ポンタ美味しい？まあ美味しそうですね。うん、僕も食べますかね。ちょっと僕もまだ全然残ってるんで。うん。粒あんですかね。いいね。食べ終わった？一番合うよ。完全に今狙ってきてましたね。ああ、偉い偉い。そう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 。自分の食べこぼしをね。はい。あの、ほこりとか間違って食べないようにね。うん。ちょっとひど。もうないよ。え？あ。ありがとうございます。ちょ、まあ、残った分はちょっと僕、後で吸っときますんで、はい。ちょっと、うん、食べたい分だけどうぞ食べてくださいませ。はい。うん。人のパソコンの上にさ、カス、ちょっと乗ってたんだろうけどさ、舐めんのやめてもらっていい？やめましょうね。終わりですよ。